片付けていきますか。という感じのところで、昨日出会ったドイツ人のチャリーダーが Wi-Fi を拾えるって言ってたんですけど、多分ここじゃないな、多分ここはガス関係のなんかやろな。ノースモーキングって書いてるから多分 FBI って書いてたし、結構ガチガチで入らん方がいい場所ですね。多いな。まあ仮に Wi-Fi 使えても今まだ歩き出し2時間とかなんで、使えたら多分だいぶ1日計画狂っちゃうから、まあ、どっちでもいいんですよ。まあ使えたら嬉しいですけどね、もちろん。じゃあ行くか。ハッピーバレー、こっちかな、こっちかな。確かにこっちも綺麗な。でちょっと気づいたんですけど、誰かが多分ドローン撮ってるんですよ。これは何、ハッピーバレーを撮ってるのか僕を撮ってるのか、どっちかな。まあ、撮ってくれたら嬉しいですね。でもなんかいちいちなんかドローン自分で飛ばして撮影するのも結構ね大変なんで、なんかワンチャンやってくれたら嬉しいな。ハッピーバレー撮ってるような気がする。これね、こっちかな。でもね、実は僕の誕生日なんですよ。6月、今こっちは13日なんですけど、日本時間やと6月14日、今朝の7時とか、多分ね生まれた朝の7時ぐらいやったんで、はい、今僕はなんかよくわかんないなんか飛行場やったっけな、ハッピーバレー飛行場みたいな感じのところで今誕生日を迎えました。めちゃくちゃ理想やったんですよ。このダルトンハイウェイを歩きながら、ほんまに誰もいない、ほんまに人少ないような場所で迎える誕生日、マジで理想やったんで最高です。まあちょっとね、このろうそくはまああこんな感じで、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアツシー、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。はい、26歳になりました。これからもよろしくお願いします。26年前の俺誕生日おめでとう。26年後お前こんなことやってるぞ。あと父さん母さん産んでくれてありがとう。最高の人生です。すごいね、向こうからずっと煙がある。トラック来た。この道トラックがねめちゃくちゃ多いんですよ。っていうのを最初スタートした場所、プルドーベイっていう場所が石油めちゃくちゃ取れるんですよ。だからこの道路は本来北極海につなぐ石油関係のトラックとか車とかがよく通る道なんですよ。まあ、ここを歩く人ってあんまりいないんですけど本来は。であそこにずっとパイプラインがあるんですよ。こうやってずーっとこれがね確かプルドーベイからなんて言ってたっけな、800マイルぐらいずーっと続いてて、世界の建造物の中で2番目に長い人工の建物として紹介されてる、まあ、ブログとかそういうネットとかで紹介されてるあのパイプラインなんですけど、まあ、1番目が万里の長城で、2つ目があのこのパイプラインですね。まあちょっと分かんないですけどね、ロシアのパイプラインの方が長いらしいんですけど、2番目として言われてるみたいですよ。ここのプルドーベイから思い出され800マイルぐらいずっと続いてて、だからこのパイプラインをずっと並行してフェアバンクスまで向かうっていう感じで、これもずっと続いてて、バックの煙がとにかくやばいんですよ。やっぱこうやって舗装されてないから、キシナフェアバンクスから
スタート地点のプルドーベインに向かってバスに乗ってきたんですけど、バスのうんちゃんもね結構無線を使ってなんかいろんなトラックとかに情報とか、聞いたりとか天気とかなんか道路状況とかいろいろ聞きながら運転してたんで、多分ねここ通る車もほとんどが多分そういう無線とかでつながってる感じで、結構速度として通ってくれるトラックが多くてすごいありがたいですね。お邪魔してます、ダルトハイウェイ。もう相変わらずこういう道ですね、ずっと。めちゃくちゃ綺麗ですよ周り。ハッピーバレーってさっき書いてたけど、こんな感じです。地面の砂ぼこりがなくなってその点はいいんですけど、雨抜けました。その海ってエネルギー280の海。すごいな、いっぱい来たで。うわ急やな、ここ走ったら危ないわ。ちょっとこれ今までで一番急な坂ちゃうから。一個めっちゃ嫌なこと気づいた、めっちゃ顔おるここ。アラスカってやっぱり湿地地帯なんで、やっぱ蚊めっちゃおるんですよ。今まで結構上の方で寒いところにおったんで、まあ、蚊はねなかなかおれへんかったんですけど、マジか。日よけスプレー出すか。その前にこれちょっと登ります。あ、おおない。最高のもんね。細いし大型やし、やばい、めっちゃ雨降ってきた。おはようございます。今日は、4日目の朝です。3日間で170キロ地点まで来ました。中間地点までは220キロぐらいやったっけな、確か220キロぐらいで中間地点って感じで、そこで、食料をピックアップできるんですけど、ちょっとね行動食が残り少なくなってきたんで、まああと、まあ、4日ぐらいですね、多分4日、まあ3日は無理やから4日ぐらい、はい、ちょっと頑張りたいと思います。まあ昨日はね結構雨降ってきたんでしんどい時間続きましたけど、やっぱりね雨降ったらダルトンハイウェイって土でできてる道みたいな感じなんで、すごいなんかぬかるみができるんですよ。で結構リアカーがね、昨日ハマったりとかして結構大変やったんですけど、まあ今日はねまあちょっと晴れてくれたらいいよな。若干まだ曇ってはいるんですけど、だけ晴れてるかな、はい。そんな感じで昨日はこういうところで、まあ、行動食ちょっと少なくなってきたんで、朝ちょっとしっかり食べて、昼間ちょっと少なめにして、で夜早めに食べてって感じやったら多分いけると思うんで、まあ、ラーメンとか朝食のご飯とかは全然まだあるんで、まあ大丈夫かなって思うんですけど、あー疲労溜まってきたな、やっぱ。頑張るか。